にちは、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それじゃあよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、腹へっこめて口閉じるだけで健康になる理由ということを話させていただきたいと思います。はい、今日の話はですね、すごいいい話だと思うんで、自分で言うのもなんですけど、すごい使える話なんで、ちょっと長くなるかもしれないですけど、ちょっとじっくり聞いていただいたらなと思っております。はい、で、結局のところその体が痛い、肩こりとか腰痛とか、まあ、いろんなものって出てくるじゃないですか。で、小顔とか、要は顔がむくむとか、フェイスラインのぼやけるとか、そういったことも含めて、美容系も含めて、そういった体の異常ってありますよね。そのベストな状態じゃなくなる状態、それを改善する方法がこの腹をへっこめると口閉じるであるということが分かりました。はい、ではなぜ腹をへっこめて口を閉じればいいのかっていうことを話させていただくと、まあ、ずっと僕が言ってたのはその腹圧なんですよね。これ腹へっこめるっていうのは腹圧のことです。はい、腹圧っていうのは、ドローインですね。お腹をへっこめることによって背骨の腰椎、腰の部分をある一定の圧力で支える力をつけるっていうことですね。で、そうすると背骨が、要は体幹が安定して背骨がコントロールしやすくなると、まあ、いわゆる体幹トレーニングとか、コアトレーニングっていうのはそういったことのためにしているわけです。腹をグッと締める、そのお腹から背骨全体をコントロールしている、だから腹圧を高めてくださいというふうに、まあ、僕は指導してたんですけれども、このもう一つこの腹圧だけではなく、圧を高めて背骨をコントロールする場所がこの口だったんです。はい、違う動画でお話ししましたけれども、ベロの位置をピタッと上の口蓋につけます。口蓋というのは上のへっこんでるとこありますよね。ここに口蓋につけます。で、そうするとピタッとこう真空状態、口の中が真空状態になることによって、この頭蓋骨に重心ができるんですね。頭部に重心ができます。で、その重心を背骨の上に乗っけることによって、全体がコントロールしやすくなる、こういうことですね。こうじゃなくてこういうことですね。で、そうするとこの頸椎、首の骨とこの頭蓋骨の乗っかってるこの部分ですね、で、この後頭骨と、第一頸椎のここにも支点ができるんで、背骨のコントロールがめちゃめちゃしやすいんですよ。要はお腹だけで一点支持していたのが、口を閉じることによって二点支持になるんですね。はい、ちょっとこっちにね、骸骨あるんでね、ちょっとこっちに見てみましょう。ちょっと、はい、僕の次にイケメンですね。はい、で、こいつが映ってるかな、この腹圧っていうのはここを支えてるんですよね、グッと。で、口腔内圧っていうのは ここを支えてるわけです。この首の付け根のとこと、この腰椎、腹筋で腹圧を高めた、この2点を支持することによって背骨のバランスがめちゃめちゃ取りやすくなります。めちゃめちゃ取りやすくなります。なんで、お腹をへっこめるだけではなくて、ベロもへっこめる、そして、ここを真空状態にすることによって姿勢が楽に保てます。で、口を開けちゃうとスコーンと前に重みが前に倒れちゃうんですね。で、それを支えようと、首が突っ張っちゃったり、頭全体で支えたりすると食いしばりの原因だったりとか、顔も緊張するんで顔の筋肉も凝りやすくなります。そうすると結果的に、むくんで老廃物が溜まって顔がでかくなる、フェイスラインがボケるっていうのが原因なんですね。なんで、今はお客さんにもいろいろ試させていただいてるんですけれども、小顔スイッチで顔の筋肉をほぐすのも大事なんだけど、根本的なこの背骨の位置、使い方、2点コントロールで姿勢を保持してもらって、
生活習慣をこういうふうに、意識してもらう、姿勢を意識してもらうっていうことの方が、本質的にはこう重要かなと。一番、コアな原因、抽象度高く見るとやっぱり姿勢を良くするっていうのが一番大事じゃないかなというふうに今考えてます。なんで、これをご覧のあなたがもし姿勢が悪い、どうやってもなんか維持できずにへにゃってなっちゃうっていうのであれば、この腹筋で腹圧を高めるっていうのと、ベロを引っ込めて真空状態にする圧力を高めるっていうのをぜひやってみてください。はい、でそれでも姿勢が保持できないって言ったら初めて、筋トレとかね、パーソナルトレーニングとかそういったものをすべきだと思います。まずはそういった体の使い方、姿勢を意識して生活してみてください。肩こりとか首こりとか腰痛とかかなり楽になると思います。で、顔も柔らかくなるんで、結果的に小顔スイッチもやりやすくなって、全部に効きます。本当にまさにこの体の軸を整えることによって全てに効くんで、ぜひやってみてください。でもしそれで効果が出たら、友達とか家族とか教えてあげてください。これで肩こりとか腰痛とか本当に治ると思います。腹圧だけでも治ってるんですよ。はい、まあ、うちに来ていただいた方で20年の腰痛とか40年の頭痛とか腹圧だけで治してるんですよね。それに加えてこの口腔内圧を足せば、僕はほとんどのやつに、要はその症状に対応できるんじゃないかと思っています。なんでぜひこの動画を見られたあなたっていうのはすごい運のいい方だと思いますんで、ぜひ先に実践して結果を出してほしいです。そしていい結果が出たらコメント欄で教えてほしいし、友達とか家族とかなんかそういう困ってる人に教えてあげてください。口閉じ言うて、ベロへっこめ言うて伝えてあげてください。すごい喜ばれると思います。こんなことでっていうね、こんなことで今まで治らなかったものが治るんですかっていう人が出てくると思うんですよ。なんでぜひあなたに協力していただきたいんで、やってみてください。はい、この動画は以上です。最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます。いいねボタン、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。効果あったよとかね、書いていただければ励みになります。まだチャンネル登録されてない方は、ぜひ下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。